北条民を北条民を9月22日から1937年12月5日は小説家。ハンセン病となり隔離生活を余儀なくされながら自身の体験に基づく作品、命の書やなどを残した。本名、七条孔子。1914年9月、日本統治時代の朝鮮の首都慶城に生まれる。生後感もなく母親と死別し、 徳島県阿南市下尾野町に育つ。1932年に結婚。1933年に、ハンセン病を発病し運婚。翌1934年、東京吹田摩郡東村山村の全省園に入院。入院後、捜索を開始した。川端康成に書簡を送って、現行の越俗を来い。以降は川端に指示する。1935年、 学校した、マモクロウジンを川端に送り、激励を受けた。1936年、命の初夜により、第2回文学会賞を受賞、第3回、芥川賞の候補にもなった。その他に、内家族、内院受胎傍教家などの作品を表したが、1937年に、超結核のため死去、23歳坊打ハンセン病に対する偏見や差別により、 長らく本名は公表されていなかったが、出身地の阿南氏が親族に2年間にわたり本名を公開するように説得した結果、2014年6月に親族の了承を得て、没後77年経って本名が公開された。創原者東京創原者東京創原者、ありがとうございます。